時刻は22時を回りました。皆様こんばんは。秋元のりこお休み前の本棚の時間です。この番組は、ギノワンヒルズ通り、FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオより22時30分まで放送いたします。どうぞ皆様、最後までお付き合いください。お相手は私、この暑さで、 バテバテになってきました。秋元のりこです。ちょっともう無理っていう感じなんですけど、皆様はいかがでしょうかあのもしあの、ね、バテないで元気でいられるコツ、方法、食べ物、ありましたら、ぜひ教えてください。私、かなり弱ってきてます。そのメッセージをあの、ぜひ、いつも募集していますので、こちらにお寄せください。メールアドレスを申し上げます。 797アットマーク fmginoan.com までよろしくお願いしますこの番組は youtube でもネット配信していますお休み前の本だなと検索すると出てきますまたスマホで聞く場合はアプリのリッスンラジオかマイチューナーラジオをダウンロードしていただきますといつでもこのラジオを楽しむことができます えー、YouTube では残念ながら音楽流れませんので、もしよろしかったらアプリのリッスンラジオから楽しんでいただけたらと思います。はい、それではここで1曲お聴きいただきます、えー。曲は、あ、ごめんなさい。ジョン・コルトレーンで My Favorite Things です。どうぞ。 お送りしておりますこの番組は秋元紀子お休み前の本棚です。曲はジョン・コルトレン、My Favorite Things をお聴きいただきました。えー、先週、ジョン・コルトレンの曲を流しましたら、あのー、すごい懐かしいと言われたので、今週もジョン・コルトレンでまとめてみました。えー、っとですね。 あのメッセージが届いているんですねなのでそれをちょっとご紹介したいと思いますこんばんはラジオネーム青春です先週のお話も楽しく聞かせていただきました夏目漱石夢十夜より第一夜は大好きな話で女の人のイメージは頭にあるのですが 声までは想像できなかったので秋元様のはかなげで頼りなく透明感のあるでも骨に応えるほどの色化を漂わせたお声に引き込まれました。えー、色化あったでしょうかね。また学生さんたちのエピソードも面白いですね。男はロマンチスト女はリアリストですね。 本日の放送も楽しみに聞かせていただきます。どうも青春さんありがとうございます。いや、私に色気があるかどうかわからないんですけど、えー、ちょっとあのあの女の人は頑張ってみました。あの今日はえっ、ー、と朗読とか演劇表現についてお話しする回なんですけど、あの。 よくあの聞かれるのがいろんな声が出ますねとかあの人物がいっぱい出てくると本当に人物がいろいろ変わっててどうやって声出すんですかっていう質問があるんですね。あのー、ちっちゃな赤ちゃんとか34歳からおばあちゃんおじいちゃんまで一応全部あの出していくんですけど。 声から、声をどうやってやるか作るかっていうふうには作ってなくて、やっぱりあのその女の人なら女の人を、どんな人かっていうのをすごく具体的にちゃんと人間として想像をします。あのこの間でしたらその夢十夜の第一夜に出てくる女の人、もう死にますって言って,言ってる女の人ですけど、 何歳で、どんなあの性格好で、髪型がどういうふうで、目がどうで、眉毛がどうでって、もう全部あの考えます。そして、皮膚の色から、それから、匂い、<laughs> 匂いまで、体臭までその、その人の存在感、空気感、みんなこう一応作り上げてで、その人がそういう状況に置かれたときに、 その人の人性格も、ね、考えて、てどういうふういいににるかっていうふうに作りますね。だからあの言い方だとか声を大きく出すあのよく生徒に「ここは大きく出すんですか小さくやるんですか?」とかあの「ここは意地悪く読むんですか?」っていうそう,そういう質問された時に「いやいやいや人間をまず作りましょうね」って言うんですけどあの声だけの人間っていないので。 ちゃんとどんな人かどんな性格かあのあと骨格ですね顔の骨格とかによって違うのでほんと声っていうのはまあ面白くて面白くてやっぱりその人自身が出るんですね何が出るかって言ったらあの生き様 <laughs> 性格それから今まであのどういうふうに育てられてどういう環境で育ったか何もかも出ちゃうんですね。 あのよく私がやるのはバス乗ってたり電車に乗ってた時にね女子高生がしゃべってたりおばさまたちが喋ってるのをずっとこう聞いててそれで顔は見ないんです。声だけ聞いてどんな人かを想像するんです。背格好とかあの痩せてる太ってるどんなあの表情してるっていうのをそれを声だけでこう想像してそして降りる時にちらっと見てあっ 当たってたとかってやるんですけど、これ面白いですよ。皆さんぜひぜひあのやってみてください。あのとにかく表現するにはあの具体的が一番です。だいたいこんな感じなんていうことはなく、ちゃんと全て具体的にして、そしてあのセリフを言うといいと思います。それでは2曲目行きたいと思います、えー。2曲目もジョン・コルトレーンです。 I wish I knew. どうぞ。あ、その後は、今日は、阿波な子の、蛍というのを読ませていただきます。では、続けて、よろしくお願いします。どうぞ。阿波な子こ、今、駅に明かりがと思ったところでした。 山の駅の明かりは売れた柿の色で少し離れて眺めるとふと泣きたくなるような懐かしさがありました。駅には長い貨物列車が眠ったように止まったままもう一時間も動きません。線路に沿った黒い柵に持たれてさっきから一郎は その貨車の列を見ていました。あの閉ざされた黒い箱の中には一体何が詰め込まれているのかしらもしかしてあそこには思いがけなく眩しいいいものが入ってるのかもしれない。ほらあの時の箱みたいに。一郎はこの間、 村の園芸会で見た手品の箱のことを思い浮かべました。手品の箱ははじめ空っぽでした。それなのに次に開けられたときには見事な花吹雪が舞い上がって客席にまでこぼれてきたのでした。すごいね、兄ちゃん。魔法だね。 あの時妹のカヤこは一郎の腕につかまってかんだかい声をあげました。チ魔法なもんかい。仕掛けがあるんだよ。一郎は大人っぽく横を向いてみせました。けれどカヤ子はもう手品に夢中でした。あんな箱欲しい大きな目をうっとりと見開いて、カヤ子はつぶやいたのでした。 あの時と同じ目をして、かや子は昨日東京へ行ったのです。真、まあ、新しい白い服を着せられて、夕方の上り列車に乗って、東京のおばさんの家へ、もらわれていったのでした。兄ちゃん、さよなら改札口のところで、かや子は小さい手をひらひらと振りました。 まるで隣の町へ遊びに行くときみたいにはしゃいで見えましたが、さいならの言葉には寂しい響きがありました。かや、元気で暮らすんだよ。お母さんはかやこの帽子を直してやりました。村の人たちもかやこに優しい別れの言葉をかけました。が、 一郎はぼっと突っ立ったまま、妹の白い服の後ろで結ばれた大きなリボンを見ていたのでした。蝶結びの白いリボンは、だんだん遠ざかって、客車の中に吸い込まれたのです。それから列車は、ごとんと揺れて、滑るように駅を離れていったのでした。 今、一郎は線路の黒い柵に持たれて、長い貨物列車が昨日の客車と同じように、ゆるゆると駅を離れて行くのを見送りました。今頃になって、一郎は泣きたくなりました。たった一人の妹が遠くへ行ってしまって、もう帰ってこないということを、一晩寝て起きて、 また夕暮れが来てから、やっと、本当のことだと思えるようになったのでした。いつもこの時間に一郎は、かやこと二人でお母さんの帰りを待ちました。五つのかやこは始終お腹をすかせて泣きました。それまで抱いていた人形もぬいぐるみも放り出して泣きました。 毎日毎日妹のおもりばっかりでやりきれないと幾度一郎は思ったことでしょうか。けれど、かや子のいない夕暮れはもっとやりきれなかったのです。日暮れの洞穴のような家の中で一人膝を抱えてつくねんと座っているのはこんなにも不気味で寂しいことだったでしょうか。 ああ、今ごろかやこは目がくらむほどまぶしい町で、おいしいものを食べたり、美しいおんぼちゃで遊んでいるのでしょう。急に途方もなく胸が痛いほど悲しくなって、一郎は涙ぐみました。長い陥没列車がやっと駅を離れた後、 その向こうの誰もいないホームには暮れ残りの西日がとろりと流れていました。ホームに植えられたカンナの花はまだかすかに燃えていました。と、そのホームの真ん中に一郎は不思議なものを見たのです。それは荷物でした。 誰かが置き忘れたびっくりするほど大きな白いトランク。それは多分上等の品物なのでしょう。かっちりとしていて銀色の金具が星のように輝いて見えました。誰の荷物だろう一郎はぼそっとつぶやきました。あんな大きなトランクを持ち運びできる人はとびきり体格のいい男に違いありません。 けれどホームにはそれらしい人影など全くないのでしたまるでさっきの貨物列車からポイントホームに降ろされたようにトランクは無造作に置かれて眠っていました一郎は目をしばしばさせましたするとこの時 トランクの上にこれまで全く目に入らなかった思いがけないものが見えてきたのです。トランクの上には白い服を着た小さな女の子がちょこんと腰掛けていました。まるで大きな木に止まった小鳥のように、まるで一輪のつぼみの花のように、 女の子は両足をぶらりと振りながら誰かを待っているように見えました。一郎はふと、かや子に出会ったような気がしました。そういえば、あの女の子の髪の感じはどこかしらかや子に似ていたのです。両足をぶらぶら振る仕草も、よそ行きを着るとちょっと澄まし込む仕草も、 かやこを思わせました。一郎は小さいかやこと過ごした日々の甘酸っぱい思い出を心の中にそっと広げてみました。かやこが片言で歌った歌を口ずさんでみました。お菓子を握る小さな白い手のことを考えました。あの手は 蝶のように素晴らしっこく、そしてわがままでした。それにしても、あの女の子は一体誰を待っているのでしょうか。もう長いことホームには人影がありません。それどころか、新しい列車が入ってくる様子もありません。小さい女の子は、 忘れられた人形のようにトランクの上にじっと座り続けているのです。一郎は思いました。もしかして、あれ、捨て子じゃないだろうか。暮らしに困った母親が荷物と一緒に、いやいや、母親にあの大きなトランクはとても持てそうもない、とすると、 子供を持て余した父親が置き去りにしたのかもしれない。ひょっとしてトランクの中には女の子の着替えやお菓子やおもちゃがよろしくお願いしますと書かれた紙切れと一緒に詰め込まれていて姿を消した父親はもう決して決して戻ってこないのじゃないだろうか。そうです。 よく新聞で見る話です。けれども、こんな山の駅では、まあ、めったに起きそうもない事件です。辺りはとっぷりと暮れて、駅の明かりはますます明るんで見えました。一郎は、なんだか不思議な劇場の、 不思議な舞台を眺めているような気がしてきました。オレンジ色のスポットライトを浴びて、あの女の子は、これから歌でも歌うのかもしれません。そう思った時、女の子はトランクからふわりと飛び降りました。そして素早くトランクを開けたのでした。トランクはパクリと二つに割れて、中から飛び出したものは、 ああ、それはなんと花吹雪。園芸界の手品よりももっと謎めいた、そしてもっと美しい。そう、その花吹雪は暗い空に舞い上がるとたちまち星のように光り輝いたのでした。ホタルだったのです。トランクにぎっしりいっぱいのホタルの群れだったのです。 蛍の群れは駅から線路を越えてちらちらと瞬きながら一郎の方へ飛んでくるのでした。たちまち一郎の胸は踊りました。両手を広げて「おっほっほホタルと歌ってみました。蛍の明かりはにじんでぼーっと大きくなりその一つ一つの中に かやこの姿が浮かびました。笑っているかや子、歌っているかや子、眠っているかや子、怒っているかや子、そして泣いているかや子。たくさんのかや子はゆらゆら揺れながらだんだん遠ざかって東京の方へと流れていくのでした。やがてそれは 遠い町の明かりに似てきました。あれはカヤ子が住んでいる町。ネオンが瞬いて高速道路のある町。地面の下まで明るい町。おーい思わず一郎は駆け出しました。あそこに行けばカヤ子に会える。カヤ子に会える。そう思って走りました。 けれど、どんなに一生懸命走っても、青い光の群れに追いつくことはできませんでした。ホタルたちは、上へ上へと登っていき、いつか一郎は、満天の星空の下を、ひたすら走り続けていたのでした。え曲は、ジョン・コルトレーン。I wish I knew. 朗読の方は、あわなおこ作、ホタルでした。いかがだったでしょうか、えー、こういう時代があったんです。私も小さい頃知ってます。もらい子とか、それから生活が苦しくてもらわれていく子ってありました。こういう時代があったことも若い方に知っててほしいなと思います。 さて来週2週目のテーマは育児家事についてです。私はこんな風にやってきました。こうやるといいですよといった知恵がありましたらメッセージをお寄せください。それではまた1週間が始まりますね。暑いですけど頑張りたいと思います。番組参加してくれた皆様ありがとうございました。お相手は秋元の子でした。それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。おやすみなさい。素敵な夢を。